高校屈指のスラッガーとして注目され、ドラフト2位という高い評価でタイガースに入団した井上選手。がっちりとした体格と圧倒的な飛距離で、将来の大砲候補として期待されていました。しかし、過去4年は思うような結果を残せず、2軍での成績も上がってきていません。そんな井上選手に対し、入団当初から見守っている矢野明弘氏は、厳しい言い方をするが立場は崖っぷちだ。体のサイズもパンチ力もあるが、現実は1軍で0本塁打。チャンスが来るのも森下や野口の後になる、と厳しい言葉で言及し、ある課題についても指摘しています。今回の動画では、井上選手の伸び悩んできた過去4シーズンや、矢野氏、岡田監督らが指摘する課題などについて紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる、阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、阪神ファンでチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では早速見ていきましょう。大山選手や佐藤輝明選手といった大卒、そして中野選手や近本選手といった社会人出身の野手が打線の中心を担っている現在のタイガース。最下位に沈んだ2018年から急速にチームを立て直せた背景には、即戦力を中心としたドラフト戦略がありました。ただ大学、社会人出身の選手たちがすぐにチームの主力になった一方で、高卒や主の台頭がほとんどないのも事実です。現状、その代表格となってしまっているのが井上選手でしょう。高校屈指のスラッガーとして注目された井上選手は、甲子園決勝で現ヤクルトの奥川選手からスリーランホームランを放ち、履正社高校初の甲子園優勝に貢献。そして2019年のドラフト2位でタイガースに入団しました。担当した渡辺スカウトは、長打力にさらに磨きをかければ甲子園を沸かせる主軸打者になれる。可能性を持った将来のスター候補と評しており、期待を寄せていたファンの方も多かったと思います。当時の矢野監督からも大きな期待を寄せられており、1年目の終盤には1軍昇格も経験。プロ初ヒットも放ち、順調に育っていくかと思われました。2軍では打率こそ2割2分6厘と低迷したものの、高卒新人としては球団歴代最多タイとなる9本塁打を放つなど、持ち前の長打力を披露。4番を任されるなど、英才教育が行われました。2年目は2軍で前年を上回る、打率2割6分7厘、9本塁打、50打点、OPS7 割7分2厘という成績で、打点王を獲得し、順調に伸びていくかと思われたものの、3年目は成績が低迷。自己ワーストの打率2割2分2厘、OPS6 割2分8厘を記録し、三振率も3年連続で3割超えとなり、伸び悩んだシーズンとなりました。そして迎えた昨シーズン。新たに就任した岡田監督の方針で、当時サードとライトを兼任していた佐藤輝明選手がサードへ固定されることに。ライトを守る井上選手には大きなチャンスが訪れました。1軍キャンプに抜擢され、大きな期待が集まった井上選手に対し、矢野氏は練習を見る限り、バッティングは良くなっていると評価した一方、上半身と下半身が同時に回転している。そのため捻転が生まれず、一般的によく言われる壁がない状態という課題も指摘。捻転がないため、スイングに鋭さがないと指摘していました。課題を指摘された井上選手でしたが、キャンプ中の実戦9試合で打率3割6分4厘、3本塁打、10打点と結果を残し、キャンプの野手 MVP を獲得。岡田監督も、一皮むけたというか、最後の方は練習でやった結果が実戦で出たことが、本人もすごく自信になったと思うし、どんどん使っていきたい気になると絶賛し、ブレイクの年になるかと思われました。しかし、オープン戦では打率2割と成績を落とし、開幕1軍を逃す結果に。2023年も2軍スタートとなりました。それでも4月18日に1軍昇格を果たすと、4月19日からは3試合連続でスタメン出場。4月27日の巨人戦では5打数3安打4打点の活躍で、自身初となる猛打賞も記録しました。しかし、
入団当初からの課題となっている確実性のなさを露呈し、そこからは出場機会が激減。5月12日を最後に1軍出場はなく、優勝、日本一の瞬間も2軍で迎えました。1軍のボールにはまだ対応できていない印象で、5割近い三振率を記録。遠くに飛ばせるパワーがあるものの、コンタクトできない打席が多くなっていました。この課題を克服するべく、ノーステップ打法にも挑戦。同じ右の長距離タイプである森下選手や野口選手の台頭がある中、思い切ったフォーム改造にチャレンジしました。岡田監督も、今年勝負の年になるかもわからんからな。年齢的にもな。5年目か。大事な年やわな、そろそろな。大学4年間行ったことを考えたら本当の勝負かもわからんわな、と語っており、勝負のシーズンになるのは間違いないでしょう。キャンプのバッティング練習では柵越えを連発し、岡田監督からの評価も高まっていましたが、矢野氏は2つの課題を指摘しています。その1つ目が、対応力です。矢野氏は、形にはまれば打てるが、一軍の投手はそれを崩しに来る。崩されても対応する本能、感覚をいかに磨くか、と語り、バッティングを崩しにかかる相手バッテリーの攻めに対し、いかに対応するかが課題だと指摘。昨シーズンの井上選手は崩される打席が多く、本来のスイングができた打席はほとんどなかったのではないでしょうか。崩された際にどう粘れるかが、今後の課題だと指摘しています。そして2点目が、がむしゃらな姿勢です。矢野氏は、狙いが少し外れたら簡単に見逃すのではなく、少々高めでも思い切って巻き込んで打つくらいの気持ちが井上には欲しい、とコメント。打席内での消極的なアプローチを問題視しているようで、がむしゃらな部分がにじみ出た時に、ワンランク上の選手になれるように思う、とも語りました。その上で、良いお手本として挙げたのが、大山選手です。昨シーズン不動の4番として日本一に貢献した大山選手は、アウトコースや高めのボールを強引に引っ張ったかと思えば、逆方向に軽打する場面もあるなど、打席でのアプローチが多岐にわたります。低めの変化球を拾える粘りもありながら、リーグ最多となる99個のフォアボールを選んだように見極める力もあり、本当に様々なバッティングを見せてくれる選手です。対応力と強引さを兼ね備えており、まさにお手本といえる存在でしょう。練習の段階から逆方向を意識したバッティングも行っており、矢野氏は、井上は必死に打つしかない特打の時間だったはず。一方の大山は頑なまでに、センターから逆方向に打球を弾き返すことに集中していた。試合では相手は決して気持ちよくバットを振らせようとはしない。大山ですら、常にいい当たりはできない。ならば、どうするか。愚直なまでの大山の打撃練習が、その答えだ、と大山選手の取り組み方を参考にするべきだと語っています。そして、矢野氏が指摘した2点に加えて岡田監督が指摘しているのが、ストレートへの対応です。オープン戦でマルチヒットを記録した6日の楽天戦後に岡田監督は、もうちょっと早いまっすぐに対応してほしい、っていうのはあるけどな、と井上選手について言及。コンタクトが課題となっている井上選手は見極めようという意識が強いのか、ストレートに差し込まれる打席も多くなっています。岡田監督としてはその点が不満なようで、今後の改善を求めました。当然全てのボールに対応できることはなく、変化球に意識があればストレートに差し込まれるのは仕方ありません。反対に、ストレートの意識が強まれば、低めの変化球にも手が出てしまいます。その上で、岡田監督の指摘を受けて、井上選手はどのようなバッティングを見せてくれるのでしょうか。オープン戦終盤には2軍へ合流したものの、そこでしっかりと結果を残し、再昇格のチャンスもあると見られた中、左肩の肉離れで無念の離脱に。思ったより悪くないので、すぐ復帰できると思います、と本人が語っているように重症ではないようですが、バッティングの再開には少し時間を要すようです。開幕一軍は絶望的となっていますが、またチャンスが巡ってくる可能性はあるので、しっかりと状態を上げていってほしいですね。今後の井上選手から目が離せません。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。
阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。